はい、どうもビタズファクトリー工場長ビタでございます。よろしくお願いいたします。今回紹介するレンズですが、キヤノンのでかいなこれ FL、 キヤノン FL135mmF2.5 というレンズで、ございます。望遠レンズ、明るめの望遠レンズですね。紹介していきたいなと思います。大好きなんですね、 FL レンズの、しかも、135mm の F2.5 明るいレンズということで、ちょっと重さとか大きさとかがあって、使い勝手はあんまり良くないんですが、気に入ってるレンズでございます。最短撮影距離が 1.5m、1.2m ぐらいまで 135mm やったら、寄れるものが多いんですが、これは 1.5m、 ちょっと控えめですね。で、絞りバネ見ますと、よいしょ、遠い、2、4、6、8枚ですね。8枚の絞りバネ使っております。すごいデータですね。レンズの口径もそれなりに、やっぱり 135mm で F2.5 っていう明るさを出すためには、こういう作りになってしまうんですね。コーティングがちょっと FL にしては違いますね。この辺はですね、黄色く見えるんですね。これは、アトムレンズっていうんですかね、なんかペンタックスとかでもありますけど、黄色く見えるのはアトムレンズっていうことなんですけど、これはすごいクリアに見えますんで、ちょっと違う感じですね。 FL でも割とやっぱりでも 135mm とかってなると、遠くから花を撮ったりすると背景がですね、もう F2.5 っていうのもあったりしまして、もう何が映ってるのかわからんという背景になってしまう、のですごい、狙ってる被写体の存在感っていうのを、際立たせるには、もってこいのレンズでしょうね。というわけで作例を撮ってきておりますので、ご覧いただきたいと思います。では、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。作例をどうぞ。